はい、おはようございます。ペンジ満載の苦手さよならペンジのうんぬんかんぬんをやっていきたいと思います。今日もリクエストの文字ですね。リクエストありがとうございます。今日は中学校で習う漢字だと思います。龍とか高いとか盛んっていう字ですね。説明をしていきます。まずここ、ふっくら右上がりで、ふっくらですね。ふっくら血を埋めてもらって、あまり右に行き過ぎないように下の方にふっくらですね。でここもまあわりかしふっくらでこっちに戻っていきます。子供の甲みたいに似てますね。はい、でここ少し出した方がいいと思います。ちょっと中に入ったところからスタート、一度押さえて、まっすぐよりかは少しこういうさりげなくこのラインで書いてください。ですかね。まっすぐじゃないですよ。でここの小里辺の頭よりも高い位置からスタート、シャッシャと一度押さえて、のの字を書いて戻る勢いで上、右上がり書いてくださいね。こういう感じですね。極端に言うとここ多少払ってもいいんですけど、払うよりはすぐ行った方がかっこいいと思います。ここを長く、下を長くじゃなくて上を長くするとかっこよくなります。でふっくら右上がりか、もしくは右上がりで行ってこうですね。でこの払う前なんですけど、このままカクンと言ってもいいんですけど、最近よく出てきてるこういう感じで、極端に言うとこういう感じで払うと、ここが鋭くなってかっこよくなります。ですかね。でこうぶつからない程度に払ってくださいね。なのでここあんまり近く書きすぎると、ここは払いきれずにかっこ悪くなるので、多少は離してください。でここ、まあ、くっつけちゃっていいと思います。で全体が右上がりであるということと、ここでちょっと方向転換をするので、はい、電車通ります。少しこの足の位置が右側の方がほんのちょっとだけ高くなります。長さとしては同じぐらいか、下手したらこっちの方が長いかもわかんないですけど、いいですかね。まあ、同じかちょっとこちらの方を高くしてくださいね。でここもここと同様、のを書いて戻る勢いでそのまま右上がり行ってください。ここはふっくらじゃなくて直線の右上がりですね。で中央はまあまっすぐ横棒か、もしくはちょっと右上がりぐらいにしてください。ですかね。でここも一度押さえて真ん中に、で下はまあふっくらですかね。右上がりは入れずにふっくらでいいと思います。はい。でまあこの横棒の長さは一番短くて中くらいで、一番長いって感じで書いてもらえばいいと思います。でこの生まれるという字よりも、まあちょっとこちらの方が、この傘が長くなった方がかっこいいと思います。こっちは近いのであんまり払いきれないですけど、こっちはだいぶ長いと思います。はい、それでは一度書いてみます。ふっくら右上がり、ふっくらふっくら、ふっくらですね。でここ少し飛び出るようにデザインしてください。でこのラインですね、このラインで書いていきます。一度押さえてちょっと反るんですね。はい。でこの小里辺より少し上からスタート、ピッと戻る勢いでそのまま書いてください。でここも脳を書いて戻る勢いでそのまま書いてください。ふっくら、はい、こんな感じです。真似して書いてみてください。チャンネル登録もお願いします。リクエストありましたらお願いします。それでは素敵な一日をお過ごしください。さよなら、さよなら、さよなら。